二人が快適に眠れるセミダブルサイズの展開。2023年12月28日、キャンピングカーメーカーのトイファクトリーは、11月にトヨタからリリースされた新型ランドクルーザー70向けの、車中泊用ベッドキットを紹介しました。1951年の四輪駆動車、トヨタ BJ 型の登場から始まり、 72年にわたる歴史を誇るランドクルーザーシリーズは3つの異なるラインアップに分けられています。最上位はランドクルーザー300のステーションワゴン型、中間のランドクルーザー250以前のランドクルーザープラド、そしてランクル70のような耐久性と走破性に特化したモデルです。ランクル70は 1984年に初めて登場して以来、細かな変更を繰り返しながら40年以上もの間、基本デザインを変えずに製造が続けられている希少なモデルです。そのタフなフレーム構造や 4WD 機能、四角いデザインは変わっていません。日本での販売は2004年に一時終了しましたが、 海外での販売は続いており、2014年のランクル70のデビュー30周年には、1年限定で再販されました。2023年11月には、約9年ぶりに2度目の再販が実現しました。外観には小さな変更が加えられ、先進の安全技術、トヨタセーフティセンスが追加され、 エンジンは新たに2.8リッターディーゼルターボにアップグレードされました。トイファクトリーはこの新型ランクル70に合わせてキャンピングカーの経験と知識を活かして開発された専用のベッドキットを紹介しました。このキットはスチールフレームを2室に取り付け折りたたまれたリアシートの上にマットレスを配置するものです。 マットのサイズは1 8 0 0ミ、mm、リメートル x 1 3 0 0ミ、mm、リメートルで、大人2人が快適に眠れるサイズのセミダブルです。また、このマットはトイファクトリーのキャンピングカーで、採用されているプレミアムスエードという丈夫で、汚れに強い聖地を使用しています。さらに、 フレームの下には3 4 5ト、mm、ルの収納スペースが確保されており、車中泊時の利便性が向上しています。新型ランクル70専用のベッドキットは、2024年1月12日から14日まで千葉市三浜区の幕張メッセで、開催される東京オートサロン2024のジャオス ブースで初公開される予定です。トイファクトリーは、このベッドキットの発売を同月中に予定しており、価格に関しては後日発表するとしています。